はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、今年もやってまいりました CBC 賞まあ、えー、1年ぶりというよりは1年1ヶ月。えー、1ヶ月ずれているわけなんですが、もう昨年はね、ジャスパークローネとサンキューユーが波乱の決着だったんですけど、うちのチャンネルはですね、単焦、複焦、複焦、ワイド。えー、生まれ231倍でしたね。これ裏返りましたけど。で、えー、ウマタンが、えー、っと、533.9倍。 もうですね、えー、1年分、2年分ぐらい勝ってしまったというようなレースでございました。で、今年もまあ楽しみにね、あのまあジンクスというか、あの相性的に良い、いいイメージを持っていけるので、今年も楽しみにしております。で、まず中京の芝の1200メートル、クッション値が9.5以上の芝場別成績なんですが、 うーんどうですかね先週までの感じだとそこまで高くならない気がするんですが、えー、クッション値が高い場合、ロードカノラサ3区の勝率が15.4、副勝率が29.5、回収率も高い、モーリス3区もね、成績が良い、えー、感じなんですが、ハーツクレイ3区が2着1回のみ、母数に対してはかなり寂しい結果になっているな、というところなんですが、これがクッション値9.5以上で、 9.4以下になると、ロードカナロア3区がね、あの、構想は多いんですけど、勝率とかは下がってしまうんですよね、結構。先ほど勝率が15.4でしたが 11.、11.1、えー。副勝率に関してはもう13%ぐらい落ちてしまっているというね、そんな結果になっています。あと、えー、モーリス3区の成績がね、クッション値が高いと良かったはずなんですが、低くなった途端にですね、15戦して馬券内ゼロと。 結構そこのね変動が激しいところが気になりますね。次にクッション値と客室上がりですが、えー、クッション値9.5以上、逃げた馬の勝率が17.5、副勝率も高いですね。先行した馬が13.8、追い込んだ馬の成績はまあかなり悪くなっているというところなんで、えーまあ、それとも連動するんですけど、上がりサンハロン1位の足を使った馬ですら勝率が、えー、21.3%しかない。 結構これでかいですよね。で上がり2位3位の足を使えた馬でもね、勝率も低いし、回収率も低いので、なんか決め手があるからこの馬を選ぼうかなっていう考え方はあんまり向いてない状態にはなっています。ただクッション値が下がってもですね、あの下がってもというかクッション値が低い方が逃げた馬の成績が良いというね、結果になっていて、しかもそれもかなり極端ですよね。 はい、9.5以上の逃げた馬が17.5だったんですけど勝率がこっちだともう26.8%もあるというところですね。で上がり上位の馬も回収は良くなって副勝率は割と高めにはなるんですけど勝率の方はあんまり上がってこない。うん、まあ、上がってこないどころかちょっと下がっている部分もあるぐらいなんで割とやっぱ、うん、癖が強いコースなんだなっていうところはね覚えておきたいですね。 次に、えー、リットの反路時計なんですが、えー、そうですね。あの、信頼度に関してはもう、全然あの、見ての通りで、追い切りの反路時計が早い馬の勝率、副勝率が高い。はい。これ結構重要かなと思います。少なくとも52、3秒台欲しいですよね。54、5秒台だと、勝率もかなり落ちているので、 なので、まあ、あの52、3秒であってほしい、えー、もしくは、もしくはっていうか、もう51秒台以下の馬っていうのをね、えー、ちゃんとピックアップしたいコースですね。で、まあ、見本に関しては、もうあの、母数が少ないので、あれなんですけど、でも、こっちもね、この数少ない母数の中でも、まあ、副勝率なんか見ると、早い方が成績が良いという傾向で、加えて、まあ、あ,のあれですね。 なんていうか、あの、なんていうかっていうか、あの、あれですよ。あの、あれあれ、あれが出てこないな。もう、こうなると年ですよね。そう、あの、神妙反路。はい、反路改修工事がね、あの、終わってからもうすぐ、まあ、今10ヶ月ぐらい過ぎましたけど、その影響もあるので、まあ、あの、より立党の方のデータに近づいていくんじゃないかなと思います。思うんですけど、まあ、今回登録しているあの、関東馬ってブーケファロス一頭なので、 うん、なので、これを使うっていうあの、使うことにはほぼならないかもしれないですね。はい。で、ラップに関してもね、あの下半分だけとりあえず見ていただければなと思いますが、加速ラップの方が信頼度成績良く、えー、あとはもう11秒台の加速と11秒台減速ですね、2波論。2波論11秒台からの減速ラップ。もうこの2つがもうすごく信頼度としては高くなるので、昨年も、 うん。あの、これに該当してる馬のワンツーであの配当ですからね。はい。なかなか笑いが止まらないような結果だったんですけど、今年もやはりこの部分は注目していただきたいなと思いますし、もちろんこの CBC 賞だけの話ではないんでね。中京の芝1200メートルを買うんだったらもうこの表は、えー、思い出していただきたいなと思います。で、一応上半分もですけど、あの、見本に関してもどう見たって加速ラップの成績が良いと。そこはね、ちゃんと覚えておいた方がいいと思います。 で結構厳しいのがウッドイキリですね。ウッドの姉妹が11秒であっても勝率が5%しかありません。はい。なんなら遅い方が勝率が良かったりしますし、まあ馬券内には全然来るんですけど、一着になる馬っていうのはね、ウッドイキリと反論イキリ組だとかなり反論イキリ組の方に部があるというような感じになってます。 で、関東馬に関してもですね、あの、一応、一応13秒台、12秒台、11秒台と成績は良くなっているように見えるんですが、本当だったらね、あの、コースによっては姉妹11秒台の馬買ってるだけでも、ね、勝率も10%、20%とかあって、回収100%超えてるなんていうコースもいっぱいあるんですけど、中京と芝1200メートルは、えー、ウッド調教組がお嫌いという感じになっています。 で、コース特注調教パターンなんですが、あの、昔紹介してたのとちょっと変えましたね。というか、あの、なんだろう。同じ意味を持つような、はい、えー、ものを紹介していたので、そこをぐっとね、あの、合体させるような感じにしてみたんですけど、まず、立冬の反路追い切り、53秒台以下の馬で、2波論各12秒台加速ラップ、もしくは先ほど言ったね、えー、11秒台の加減速2種ですね。3画面前の表を参照してください。あれ見たら誰でもわかります。で、こういうに該当している馬。 で、あの、一応ですね、合わせ、追い切り合わせて遅れた馬の成績悪くなりますし、当該州の反論持ち時計が51.9秒以下の馬は成績がね、より高くなります。はい。まあ、その辺は、 なんでしょうね。競馬初心者の方でよくわかんないやっていう方は、まあそこまで見なくても大丈夫ですね。勝率が13.9、単回数120あります。副勝率30.6、副回数88。で、レース勝率は35.1%レース、副勝率は58.8%です。で、このレース勝率何なんですかというお声もね、たまにありますが、母数計算ではなくて、該当馬のレース単位の勝率や副勝率となっています。要するに、馬券に置き換えた時の現実に起きている、まあ真実の成績ですね。 それをレース勝率として紹介しています。これを知っておかないとですね。てかこれを書かないと、まあ、圧倒的にこれを書かない人が多いんですけど、ね、競馬のメディアでも、JRA の記事でもそうだし、個人でもそうです。はい。競馬の雑誌でも本でも何でもそうですけど、上しか書きません。 複数度を該当する場合があるのに。そうなると、うん、勝率13.9%か、100レースで、まあ、だいたい13、4レース当たって回収120%か、僕はもっと馬券が当てたいタイプだから、これは向いてないな。プラスになるかもしれないけど、買うのやめようって思ってしまう競馬初心者の方って非常に多いんですけど、実際には35.1%当たっているので、はい、勝率35.1%で単回収120%なんてめちゃくちゃいいじゃないですか。 うん、なんですけど、ここまで紹介してあげないね、あの、意地悪な、あの、競馬の情報を発信する方たちは意地悪な方が非常に多いので、はい。なんで、あの、目の前にね、すごくあの、美味しいステーキをちらつかせているんですけど、なんかすごくまずそうに見えてしまう。そんなね、見せ方をするんですね、盛り付けを。 はい。まあ、うちもそういうことすることありますけど、まあ、うちのチャンネルの視聴者様はなんとなく頭の中で置き換えれるかなと思って説明しないときもありますし、ただめんどくさいから説明しないときもあるんですけど、今回はね、こんな感じで掲載しておきました。 さて気になる馬の紹介していきますが、まず、えー、グランテストですね。ロードカノルア3区。あのー、このコースでね、やっぱり今の話の流れの中で気になるのは11秒台のラップがある馬なんですが、昨年もね、その部分が決め手となって後輩と絞って的中できたわけなんですけど、今年の登録馬の中で11秒台のラップといえば、まずグランテストですね。過去10戦のうち4戦がニハロン11秒台からの原則ラップ。前走の北九州記念以外では全連隊の1着、1回、2着、2回です。 こののラップの時に、はい、なでで今回も期待したいですねそういうラップを出して挑んでくれることに。でその北九州記念では14着、まあ、キャリア初の掲示板外となってしまったんですけどもう序盤からかなりかかり気味でねあのパトロールビデオを見た方とかはすごく印象に残ってるんじゃないかなと思いますけどもうなんかね首取れちゃいそうなぐらい。 振ってましたねブワンブワンやってたんでジョッキーもかわいそうだったなあっていうふうに思いました、えー、もちろんあのままのメンタル状態が今回も再現されてしまったら、まあ、どんな仕上がりだろうが、はい、どんだけ例えば能力上位の馬であろうがまあ厳しいと思いますがグランテスとね過去にもすごい入れ込みがきついレースがあってその次は落ち着いているっていう流れはあったので、まあ、そこはうまく修正してきてくれるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね はい。なので、追い切りの内容次第では、思い印を打つ候補になりそうです。次に、湘南白楽。まあ、11秒台の、ラップのね、加速も減速も多い馬ですし、抽選対象だと思うんですが、出走できた場合のね、人気薄くなりそうですからね。なんで、馬券的な妙味が大きくなる可能性があるなとも思います。で、ラップがね、今紹介した2種の時に、 構想が多いいタイプでではないんですよねそこは残念なんですが中京競馬場との相性もそこそこ良くてそれでいて中京の芝 1200m が初となるというねそこに面白さを感じました中京相性が良くてこのでもこの距離は初ででも調教がバシッと合ってきたら面白いというねそんな考え方はできると思いますで あのー、今年のね、湘南博楽って人気よりもはるかに高層することが多くて、前走の北九州記念でも17番人気ながら5着でした。それ以前もね、ずっと人気ないんですけどね、ないんですけど5着、6着、6着とかね、結構上位には来てる馬だったりしますので、まあ、あの、実力もありますし、あとまあ、東海集販路の持ち時計、 はい。こちらも早い数字を残しているので、まあ狙ってみるなら、金走と比較しても今回が一番面白そうだなと思いますね。次に、サンライズ・オネストですが、こちらね、全5勝が全て原則ラップの時という、まあ世にも珍しい結果を持っている馬です。あんまりいないですよね。うん、5勝以上していて、全部反論の原則ラップでしか勝ったことない馬っているのかな。まあ森田厩舎とかはなんか、いそうですけどね、中村厩舎とかはね。 はい、特徴的にも。で、えー、2波ニハロン11秒台減速ラップで8戦してます。で、その中で2、1、1というね、えーまあ、半分馬圏内に来てその半分勝ってるという好成績です。客室的には、まあ、逃げ先行で合計4勝しているのに、最近ちょっとスタートがうまくいってもね、なんか無駄に後方に下げているので、正直どこまで勝つ気が、勝つ気があって、すいません、ちょっと変な、変なアクセントになっちゃいました。どこまで勝つ気があって、 競馬させてんのかなーっていうのが、ちょっとね、そのプランが、うん、今一つ見えては来ないんですけど、まあ、ただね、あの、河内先生に関しても、もう来年でね、あの、ご定年なわけですよ。2月生まれなんでね、河内先生。はい。そうなってくると、も、ま、う、あ、あと半年ないかな。8、9、10、11、12、12。まあ、半年ちょっとかありますけど、そろそろね、あの、 まあ、あの重症なんか特にエンジンかけてくるんじゃないかなと思うんですよ。親しく勝てていませんし。なんでね、これから先は結構調教の部分にね、あの、ご定年で引退されるまで注目した方がいいかなと思いますし、はい。あの、ギリギリ以上のね、調教してきてもおかしくないなと思います。あと、日曜日に、えー、っと、ウッドをね1本入れてるんですよね。8月11日に。まあ、早い時計じゃないですよ。とてもゆったりめなんですけど、ただ、サンレーゾンネストでは割と珍しいので、 はい。なんで、勝負目、勝負目の追い切りをしてくる可能性もありそうだなと。はい。なんで、まあ、要チェックだなと思ってます。すいませんね。またね、ちょっと声の調子悪いでしょう。でもね、これ、喉が、あの、いつもの咳喘息とか、ああいうのじゃなくてですね、昨日、あの、うちの娘のね、あの、長女の誕生日会で4歳の。で、も、まあ、うちの親戚一同まあ、十何人集まってきてくれたんですけど、その中の、あの、いとこのね、子供の、 中学校2年生のね、坊主と、あの、モノポリやって叫びすぎて。<laughs> そう、モノポリガれなんですよ、これ声が。なんでちょっと申し訳ないですね。えー、次に、北のエクスプレスです。はい。2024年の頭。なんで今年の頭からですね、芝に転向しまして、2着、2着、2着、1着、1着と。 はい。まあ、素晴らしい、あの、絶好調になっております。それまでもダートは何だったんだと。まあ、ダートでも成績はね、別に悪くなかったんですけどね。一生クラスは勝ってますし。で、えー、まあ、当然そうなるとシバレースでは今んところキャリア全連帯と言えます。うん。で、上がり3波論すべて3位以内。もう抜群の適性があったんだなと思いますよね。で、しかも京都、阪神、えー、福島。競馬場もバラバラなんでね。 でえ全て国分優作騎手が騎乗しているという感じなんでなんかすごくいいコンビがねあの誕生したなっていうふうには思ったりするんですけれどもでえっと勝利しているレースこの馬がねダートも含めて勝っているレースは2ハロン各12秒台の加速ラップもしくは11秒台加速ラップに今んところ限定されていますとで姉妹11秒台加速ラップでは4戦して2勝2着1回なんでまあ 今回ね、それを発動してくれたら、さらにあの、コースとの相性の、あの、プラス分もありますからね。で少なくとも、コース特注状況に該当する可能性もですね、過去の追い切り内容から高いので、すごくその点では気になっている馬です。はい。で、土日の反路最速時計早めのことが多くて、まあ今回も58.5秒なんで、まあ全然十分ですし、1周前追い切り、2周前に関しても、反路で11秒台加速ラップ刻んでいるので、 これはね、中京芝1200メートルのために生まれてきたような馬と言っても過言ではないのかなと。はい。なので、まあ、現時点で最も気になっている一頭ですね。ただね、気になる点もありまして、まず、夏真っ盛りの時期に競馬したことがないんですよね、まだ。6歳なんですけどね。うん。ってことはですね、あの、中京の殺人的な暑さに負けてしまう可能性が、 あってもおかしくないといとう感じですね、まあ、僕もずっと44年間愛知に住んでますけど今日もねお盆なんでお墓参り行ったんですけども <laughs> うん暑すぎてねこっちがねその墓に今すぐ飛び込んじゃうことになるよっていうぐらいの、まあ、殺人的な暑さなんでそこであのコロっと、えー、馬がねやられてしまう可能性もあるかなとあとこの北のエクスプレスに関してはねあの君は虚勢でもしたのかいと。 そうね。あの、思うぐらいに、馬体重の増減がでかいんですよね。うん、特に、まあ、昔からですけどね、3戦目からマイナス16、プラス10、マイナス10っていうのがあって、で、えー、っと、今年の最初のレースですよね。芝レースに、芝に転向した最初のレースが、プラス18で、プラス、んプラス十八プラス4、マイナー10、プラ10、マイナー14なんで、 これが本当によくわかんないですよね。うん。だから今回、ぐわーっとまたマイナスで、キャリアとしては本当に2回目しかない490キロ台に入って出てくるかもしれないし、下手な増え方をね、すると、キャリアとしてそんなに2層前しかないかな。520キロ台。あ、新馬戦もそうか。 そういうね、なんか振り幅がちょっとでかいのが怖いなとは思います。はい。で、あの、この馬ね、アジアエクスプレス3区ですけども、圧倒的にダートで使われることが多いじゃないですか。で芝だと母数めっちゃ少ないんですけど、でも、成績で見ると芝の方がいいんですよ。はい。そこはね、うんと思うとこなんですが、ただ、そこの事実に関しても、ピューロマジックとこの北のエクスプレスが底上げしているだけなので、 ちょっと見えてくる情報が少ない部分もありますよね、芝だとね。一応アジアエクスプレスサンクの全体的なレースチェックした時に、クッション値の部分で言うと8.5以下だけが苦手で、それ以外はね、特に問題なく見えるんですけど、やっぱ母数が少ないので、うん、なんかどっちが得意とか苦手かっていうのが見えてこないのもちょっと扱いにくい部分はあるなっていう感じはしますね。 で、今名前が出ました、ピューロマジック。はい。そのアジアエクスプレス3区の芝成績を底上げしているうちの一頭。この馬もね、えー、参戦予定となっておりますし、まあ、主役候補ですよね。で、新馬戦、なんと5.8秒差の大敗をしているんですが、そこでね、自、えー、走すぐに芝に転向、札幌に移動して芝に転向してですね、構想をして、そこからもうずっとね、芝で構想しています。はい。 芝の1200メートルでは、この馬もだから全連帯してるんですよね。だから面白いですよね。だから、アジアエクスプレス3区が G1 じゃないや、重賞に2頭出てきて、2頭とも、あの、芝の1200メートルで全連帯しているっていう。 そんな二頭が出てくるのはすごく面白いなと思うんですが、で、この馬に関しては、あの、逃げの手がね、大きな武器となっていまして、前走北九州記念制覇しています。まあ、人気上位となることも確定的なんですが、あの、追い切りに関してはね、やっぱ安田昭和厩舎なので、ウッドが多いんですよね。ほとんどウッドでしかこれまで。 え使ってきたことがない感じなんですよなんで急に反論にするっていうのもまああの安田孝之先生だったらそういうこと全然あるんですけど安田翔吾さんに関してはまあそういうことは今んとこあんまり多いことではないので、はい、なんでコースと調教の相性が良くなることはまあほぼほぼですよ、はい、反論になるかもしれませんけどほぼ今んとここれまでのこの馬との馬の調教を見てきたらありえないかなと思いますはい。 今話しましたけど、アジアエクスプレスサンクがもし芝住所でワンツーとかね、うん、なるのも面白いですよねとかって言うと、血糖に詳しい人とか血糖好きな人からすると鼻で笑われるかもしれません。僕全然詳しくないんでね、血糖に関しては。はい、なんかでもそういうふうにちょっと思ったんですけど、 ただねこの話、年に1回ぐらいするんですけど、実際問題として、何々3区はダート短距離でとかっていう話ってあるじゃないですか、で戦歴を見てそう思うのはわか,かるんですよ、あとはその馬のお父さんの、ね、特徴とかねで予想をあ、予測を元にした運用に関して、馬を運用していくことに関して、当然競馬ってリセットが効くゲームじゃないし、あんまりチャレンジできないわけですよ。 ね、一頭の馬の、その、要は走る回数とか、まあ、大体決まってるじゃないですか。消耗品でもあるし。なんで、可能性が高いと思うところに決め打ちしていくことは当たり前ではあるんですが、 言うてね、試してもいないことっていうのもあるので、そこに大きな間違いがあっても、不思議じゃないと思うんですよね。だからアジアエクスプレスサンクが実は芝の方が走るなんていうことがですね、まだ見えていない事実として存在してるかもしれないと。ダートでばっかみんな使ってますけど、これ全部芝で使ってたらもっと成績良かったかもしれないわけですし、ね、例えばあの、なんだろうな、桜爆心王サンクがね、 あの、イメージとしては芝の短距離って僕も競馬始めた頃にいろんな競馬ファンの先輩方に教えていただきましたけど、ほとんどそこしか走ってないわけじゃないですか。もしかしたらね、芝の長距離とかダートの長距離全部走らせてたら、どんすんげえ成績だったかもしれないなと思いますし、うん。まあ身長が高いからバスケットボールやらせようってね。だけどその子もしかしたら、身長高いけど、あの、 すごい絞って絞ってジョッキーやったらもしかしたらね竹豊を超えるようなジョッキーになっていたかもしれないとかそうやってもいないことなのでねあの分かんないじゃないですかやったことだけを元にしてこのこの3句この決闘はこれがいいっていうふうに言ってるのがまあ決闘の世界で十分な母数がないんですよねそれらを検証するためには。うん、なんんで僕はああまり、あのー なんか信じていないというか、まあ、ざっくりとした目安にしかしないところはあったりするんですけどね、はいまあ、そんなこと言いながらもですねあの別にピューロマジックと北のエクスプレスのワンツーなんで臨んでいなくてですね僕としては北のエクスプレスの方を買いたいのでレースが終わった後にに、ね、競馬ファンの方たちがそっちのアジアエクスプレスかーいとそういう風に叫んでいる時にいやこっちですよって言って的中しているっていうねそういうことをなんか狙ってみたいなとは思っています。 そしてね、アグリ。はい。安田隆之厩舎から杉山厩舎に転球しての初戦となります。はい。今年やけにね、あの、転球初戦の馬が走ってますけどね。すごくいい競馬してる馬が多かったりして。まあ、中野厩舎からの馬が多いんですけど。で、あの、安田隆之厩舎だった頃は、あの、厩舎の特徴からもですね、当然、あの、姉妹11秒台加速ラップだったことがあるわけですよ。安田隆之先生の勝負の一つなんで。 なんで、新馬戦と阪神カップとかね、そういうところで使ってきて、まあ3着両方実績があります。で、杉山旧車なんで、いきなりから11秒台加速ラップもあると思いますし、まあ少なくとも9社の特性とかを考えたら、うん、反路の加速ラップで仕上げてくるんじゃないかなとは思うんですよね。まあちょっとあの、変化球でウッドのね、勝負パターンもあるんですけど、まあ反路かなと。 はい。で、これまでにね、川田騎手やルメール騎手、ノリさんとか、まあ、あのー、有名なジョッキーがね、数々騎乗してきたアグリなんですけど、今回想定では西村騎手になっています。で、やっぱりこの杉山厩舎といえば、西村騎手と校長鏡ですね。杉山厩舎プラス西村騎手プラス校長鏡。もうこれがもう最上位の勝負モードなんで、もうそこだけ買い続けたらね、ほとんどの年度でプラスになっているというぐらいの、 コンビなので、コンビと調教なので、まあ、加速ラップで西村騎手で杉山騎手でアグリ。これぐらいのいい馬なんで、まあ、腕試しの天球初戦の,のレースではなくて、天球一発目からね、勝負を仕掛けてきて、うん。で、秋の大舞台を目指すんじゃないかなっていうね、そういう、なんか青写真っていうんですかそういうのをね、書いてるんじゃないかなと思うので、かなり僕的にはアグリは気になっています。はい。追い切り早く見たいです。 はい。で、一個ね、ちょっとお詫びと言いますかですね、ちょっと聞いていただきたい。まあ別にいいんですけどね、あの、競馬の話じゃないんで、今年の1月かな、日経新春杯の追い切り判定動画の後の、この部分、エンドトークの時に、僕があの、見た夢の話をしてます。はい。あの、覚えてらっしゃる方も結構いると思いますし、まああの、正直、えー、2日前かな、DM すごくいただいたんですけど、あのー、 まあその時僕が見た夢っていうのがですね、飛行機が住宅街に墜落すると、で、住宅街に、住宅街なんだけどそこまで住宅が密集していない住宅街でオレンジ色の屋根が見えるっていう、そんな話をしたんですね。で、その事故が起こった後に、なんかあの、ご老人がね、おじいさんが、こっからこの後に大災害が来るぞって叫んでいるっていう夢を見たっていう。で、これがすごく気になるので、 っていう話を、まあ、あの、動画の方でしたんですね。で、僕、正夢見たことも結構あるし、正夢通りに馬券買って、三連弾そのまま重傷当たるっていうこともあったんですよ。うん、なので、ちょっと気になりますっていう話をしたんですね。で、その話をしてすぐに、チリでね、あの、飛行機が、あの、住宅街に墜落してで、で、映像にオレンジ色の屋根も映っててっていうのがあったんで、当たりましたねっていう。 やばくないですかっていう話で結構盛り上がったのが今年の、ええー、要するにだから1ヶ月ぐらい前かなあ、い1ヶ月なわけないわ。8ヶ月ぐらい前というか。はい、1月ですね。で、そのツイートに関して1月17日にしてるんですよ。うん。で、まあその後何もなかったので、まあ安心していたんですが、で、僕知らなかったんですけど、あの視聴者の方ですね、DM いただきまして、ちょっと青ざめたんですけど、2日前です。 ですね、8月10日にあのブラジルにで飛行機が住宅街に墜落してるんですよねで。そんなに住宅密集地じゃなくて住宅街に墜落してて、まあ、そこはの俯瞰で、ね、あの映像があの流れてたんですけど周りの屋根が全部オレンジなんですよ。はい、っていうのを見てで僕その日経新春杯の最後にも言ってるんですけど それを俯瞰で見ている映像の夢を見ているって言ってて、もう正直もうほとんど夢で見たのと全く同じなんですね。その光景が飛行機が墜落しててオレンジ色の屋根があって住宅街でっていう。もちろんその後にその災害が来るぞとか叫んでるおじいさんの姿は確認できなかったですし、まあ現地のツイッターとか見たらもしかしたらそういう人がなんかいたりして、まあでもそれを見ちゃうと僕ももう怖くなるので調べてはいないんですが、 まあそれをちょっとそういう DM いただきましたっていうのをツイッターに書いたところですね。やはりあのまたたくさんの方から連絡をいただきまして、ちょっとそれはやばいんじゃないかと。その要は、捏造してね、俺はこんなこと言ってましたよっていう話じゃなくって、本当に動画がもう今年の1月に残っているわけですから。うん。で、今回のブラジルの事故もうなんか実況してるかのような内容なんですよね。ほとんどもうあの言ってることと内容が違わないっていう。 うん。で、しかも、その災害が来るぞーって叫んでるおじいさんがね、夢の中に出てきた。それは確認できてないんですけど、ちょっとタイミングがタイミングすぎるじゃないですか。今の日本のね。うん。なので、ちょっとまあ、あの、怖い思いをさせてしまっているのかなというところも、一つお詫び。と、あのー、やはりですね、当たんないと思いますよ。そんな予知夢じゃないと思います。もう全て偶然だと思います。 はい、偶然僕がそういう夢を見て、そのまんまのことがあの起きたというだけなので、あの本当に気にしないでほしいんですけど、一応ですね、何でしょう、多少の備えなり、なんなりしておいていただければなと思います。はい うん。まあ、あの、気になる方はですね、えー、日経新春杯だったと思うんですけど、はい。日経新春杯の追い切り判定動画のこの最後のエンドトークの部分、聞いていただければ、あの、具体的に話していますし、はい。あのー、そうですね。それとあと、まあ、ブラジル飛行機事故で検索していただいてですね、僕が喋った内容とその映像をですね、見、見比べて、どれぐらい近いかなっていうことは、ちょっと見ていただいてもいいかなと思います。はい。 まあちょっと暑い日々が続いてるんですけど、あの、お化けの話じゃないんですけど、まあ正直ゾッとして少し寒くなるんじゃないかなと思いますし、僕もね、ちょっと2日前は正直あの、その DM いただいてね、ブラジルの事故を検索してみた瞬間にちょっと手がガタガタ震えてしまったぐらいの感じだったので、はい。 なんで、まあちょっとその一応ね、その話を、あの、今回の動画の最後で、補足じゃないですけど、はい、ご説明させていただきましたということで、はい、あの、でも今週末も、みんなね、幸せに、楽しく、元気に競馬できるといいなと、それだけを願って、一週間、一週間過ごしたいと思います。竹内でした。バイバイ。